お互いを褒め称えている。そうですね。相手を認められない人間はね、一生成長しませんので。1P が ES ナックルボットヒカル。2P がウズさん。こうやってなんかあれですね、ウズさんとアレットさんが並んでカオスコードやってるのが懐かしいですね。稼働3日目ぐらい。ああ、ヒカルクティーラー。今日は昨日シャンダーに上がったヒマジンちゃんはいないということで、ヒカルがあんまり2人しかいないと。こんな強いキャラなのと。さあ、ステップを選択しているウズさん。カスターと設置ですね。はい、ジャンプ。さあ、ゲージ効率が非常にいいステップ。リンダロス、送球波。設置、ヨグソンは相手。さあ、ヨグソンが強いですね、やっぱりね。弾速が遅くて、持続が長い。素晴らしい。台車通ります道上げてください。お、うまい、ハッサーと引っ掛けた。 BC の持続が残っていて当たるが、その後の次はまあなしと、まあしょうがないです。今のはなんか当たっちゃったみたいなね。低空ダッシュディアガード、怖怖な。 BC に出して前転ダウン取ってティンダロス、逃げて固めてイエスを潰す。ティンダロス設置、ダッシュ投げ通らない。しかしここでもう一回投げる。 BC が入らない。何が起きてるんだ。さあ向こうはなんか、クティッター使ったのは、アルエットカイ。次、金髪ボットカイと、サムライ3のミスミ様になじられたいボット類。あと、あれちょっと見てない間に、ヒカル大ピンチだと思ったら、クティりそうだった、一瞬。あー、危ない、フングル危ねさあ、ラウンド取ったのは、ウズクティーラ。EX ナックルボットですからね。EX ナックルボットですからね。定期的に EX ナックルが飛んできますね。やだなぁ。パパロイ、ヨグソ。リンダロス、さあ、設置の嵐。さあ、この弾幕モードをかいくぐって、なんとかワンコンも決めに触っていきたいが、早くもクティーラ3ゲージ溜まっている。さあ EX ヨグソマイケ、リンダロ設置。さあヒカル側かなりしんどい見解か。これはエクシード、あっ届かない、あっあっと着地の角換が取れない。お、残っていた、顔キャン使う。あるぞあるぞ、どこでどこで掴む。バスターナックル、ハッサー急降下、危ない、急降下。さあカウンターしていた、ハッサーハッサー、ゲージがない。イエスヨグソワンチャンか。あっとここで、あー急降下、はい、あっと拾いミス、クティル、クティル、危ない危ない、5番で落として、送球波。パパロイ、いかがった持続が長い。勝ったのは、ウズクティーラー。じゃあ、1回戦いきます。ビクトル・ラブ・ルイと、17最強ボット・セリア。1P がビクトル・ラブ、2P が17最強ボット。向こうは向こうは金髪ボットが、金髪ボットが立ち絵で締めて、ラウンド取っている。ああ、ルイセリア。さあ、ルイセリア。気をつけて、セリア。フェーズ1、ショータイム。さあ、開幕ガンダッシュ。あ、ギルティじゃないんで、ゲージたまんないですね。
あれはネガティブになりますね、最終的には。最初は溜まるけども。おっと、ブーストを潰す。コパンコパン、NG。BB、おっと、昇竜まで教えた。出ちゃったか。昇竜漏れた、昇竜漏れた。漏れてんじゃないの、あれは多分。ゲージ喋ってんだな、あれ。地雷があるから関係ないやん、みたいな感じでね。なんであの地雷は打撃当てても消えないんですかね、本当に謎なんですが。まあ、あれがね、打撃効いたらマジでセゲちゃんどうすんのっていうね。さあ、戻ってきました、ドライマー。自信 2D、コンボミス。8D ショートして 2D になっちゃった感じですかね。エンディ引っ掛け、ジャンミ引っ掛けて、決めるっちゃー、スーパードモン客。消すとはできないので、ダメージを拾えるんですね、この距離だと。素晴らしい。はーい、ラウンド取るのは、ビクトル・ラブルイ。向こうは、あ、金髪ボット。勝ちました。はーい、次。橋本サベとガンダッシュボット。ルイ。ガンダッシュボットさーん。なお、ビクトル・ラブとは別人の模様。さあ、メガループ始まっている。いい位置に。あー、立ち返る。あー、ガウス。あー、ピョッタ。ドリア。KWC から頭を抱える。さあ、これはレインボー。余裕でオーバーキル。勝ったのは、ビクトル・ラブ・ルイ。はい、次。ユーフォリア・長山。あ、どうも、ユーフォリア・長山。水曜、どうでしょう、ボット。サベ。水曜、どうでしょう。ワンピーが水曜、どうでしょう。水曜、どうでしょう。ボットサベ、2B がユーフォリア長山。お客さん、お客さん、お客さん、困ります。困ります。余計をつけます。何秒持つんだ。さあ、ワンピーが1P が水曜どうでしょう、もっと 2P がユーフォリア長山ベイン。そこまで行け。そこまで。なんだって、さあ、あれ、オルさんいる？オルがいないやと。PC から休まん。オルルシャンいますか？そこまで。そんなものがあったのか。そこまで。さあ、ゲージを貯めるメイン。なんでゲージ貯める、相手を殺したい。はい、そんな感じ。さあ、サーベラスはゆっくりゆっくり。ダイオニーが立ってるので無理はしない。そこまで。石を食いに行った。じゃあ後で探しておこう。そこまで。シュートシュート。そこまで。ゲージを貯める。さあ、お互いに前に出ない。ゲージができるまで無理する必要ないかなみたいな感じですかね、お互い。まあ、体力2位を取ってるのは、まあ、ギリまだサベ顔でしょうと。あっちは、ストームエキシードしているので、終わっちゃいそうだが、終わる？終わった。勝ったのは、橋本サベ。次、伝えたいボット、カイト、ECD ヒカル。試合の方は、EX 様でダウンを取ったところから。EX スライサー拾って、NB2G から BC で EXS マン残ったが、あれ？でもこれ、殴ればワンチャン。あーっと、今手段通ったらね、エキシードの時間停止中に相手が死ぬっていう嫌な絵が見えましたが、最後は、こじ切って、ラウンド取る。水曜どうでしょう、もっと。いや、それさ、ダッシュ A から BC で休まんってコンボ。そこまで。さあ、お互いゲージが欲しいって言ったところですが、ベインもゲージが溜まったので、殺せるかっていう感じですが、さあ、もうこうなるとヒヤヒヤですね、サーベラス。無駄だ。刺したが、さあ A が遠いということで判断。 A2C まで入り込むのは危ないと考えて、もう一回崩しに行く。データ D が速い。 EX スライサー
6周届かない。投げて勝利が出なかったのは水曜どうでしょうもっとせっせっセックスボットさんお疲れ様でした。次ジムメカケットと寝てねえファーボット、ジムメカボットって言っちゃった、ジムメカボットって言いそうな、ジムメカボットさんボットなら仕方ないなってジムメカケットね、ボット&C ボット&C マキンじゃねえかはい、ワンピーが寝てねえファーボットかがり、2P がジムメカケット、あかん、あかん、落としはあかん、手裏剣と流星楽、あれアシャアシャアシャはこっからが強いみたいな、そんな感じ。まあ毎回毎回あれですかねあの追い込まれてから強いみたいな感じですかね、予選も決勝も。さあ、ワンピー側が寝てねえわボット、ツーピー側がジムメカケット、上がりケット、これもなかなかレアじゃないですかね、今となっては。空中から、あ、タッチエイムうまい、親父射出、オーバーエッグ、チョンチョン、おっと、ダッシュビーミスった、しかしダウン、これ、すかしだが、裏になっているかガード、あれパーフェクトで覇者取ってる。遊びすぎやがと。さあこれ様子見してるが、見てからつなぐ、オーバーヘッド置いてあるよ、シーちゃんゾロで潰すが、シーちゃんはダメージ受けません、回ってる、シーちゃん目回してる。まあこういうキャラ調整難しいですからね、ケットシーみたいなキャラは強すぎるぞ、強すぎるし弱すぎるぞ弱すぎる、チンチンシュートダウン、いい素材で、さあ殺し切れるか、飛ばない、しーちゃんしゃがんで大器、じゃあ B、 あーラウンド取る、ジムメカーケット、はい、あれ勝った、伝えたいイボット勝利。あ次、弱い領域使い橋本ボット、さあ画面はバルーフの出たところ、チョン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 、はい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 、バルーフオーバーヘッド、はい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 、ピヨッタ、さあ下の方ちょっとイーサンが電話中なので変わります。さあ前転からのシーちゃんのスライディング、あれあれ絶対変わってないよな。さあオバヘオバヘから浮かせてダブルエリアルから通り来る2段ジャンプのエリアル、ゲージがあるのでここでバルーンループからのもう一度浮かせてジレ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 と寄って、さあ強いジムメカさん、はい勝ち上がりですね。今そっちやってるの、じゃあアルエットさんとキメルチャーボットさん、クマ出没注意、後ろ後ろ、ではワンピー側がキメルチャーボットさんのルイ、スーピー側がアルエットさんのカイちゃん、いやー本日ちゃんとしたリングネームで参加してる両親ですね、アルエットさんは。他の人大体ふざけてますよね今日ね。おっと配信台ではない方ではなんだっけ今日のエントリー、弱いルイ使い過去市販台のルイがね、
そうそうそう、それ優勝賞品ありましたよね。800円だっけ。香港ドルだから、はい、ティーラの、PSN カードの方が本日大会商品となっております。忘れてた。さあ配信台の方ではちょっとだけリードをリーダーが保っている状況ですが、まだまだわからない。さあ着地2A から、さあこちら 2C を対空で合わせていく。さあ角がでめくりに対応。さあ2段ジャンプ合わせるタイミングが崩れてしまったか。さあオビット、しかし着地にアベットさんもきっちり合わせていく。さあ体力ほぼ五分、距離を取ってお互い。さあまたも 2A 対空から、さあデッドリーまで、さあ距離を取って目の前、しかしここで詰められてしまった。 JD 通って、さあここでメガループ。さあミスらない、ここで EX ギアからサイド表回りからのメガループ。さあメガループこれでピヨッとしまって、ゲージを軽く溜めて、さあ残り時間17秒。さあゲージを使うか使わないか、メガループがどんどん続くが、さあ使っていく、殺しきりですね。まあ対戦側には3ゲージありましたので、あそこで手加減してしまうと解放から、まあ、体力ゲージ逆転というのはありましたからね。ここは2ゲージ使ってでも倒しきると。さあラウンド2、さあ手取りで足寄せるが、飛び込みを桜で落としていく。そして配信台じゃない方では師範台の悲鳴が聞こえる。さあゲンジさんがレアスマからイージーさせて、さあ勝ち上がりはゲンジさん。はいはい、次の試合がうずさんのクティーラと、金髪ボッツさんのカイちゃん。どうすんだろう、2大進行ここまでかな、多分もう次から多分1大進行だよね。さあ今日画面映ってる方ではアレットさんが1本取り返している。そしてメガビームでまずは先制、前転から、さあ距離をまた離して、さあヘルスが当たる、しかしここでジェリが取って、さあギリザ使わない。さあ徹底してアレットさんは間合いをキープ。さあ JC はバックラッシュで回避して、さあここで JB、JC からレインボーシフト、手出し B から浮かせてメガループ。さあここで2ゲージできると、さあピヨルとやばいかな。さあピヨらないが、さあここはきっちりとビジョンビジョンで起きてはさせない。さあお互いいい位置がかかっている。さあ2に使って、さあここは EX レトリでゲージを使っていく。さあここでタオキャンクルエルが出なかった系ですかね。今ね相手が飛んだの見てからクルエルのコマンド入れさっぽいんですけど出ませんでした。さあジャンプ攻撃通ってキミルチャーボットさんが勝ち上がりとなります。